毎度、教育ジルトです。はい、今回の動画は中谷淳人君が、まあ、スーパーフライ級に上げて、世界挑戦が決まったっていうことで、まあ、動画撮ろうと思うんですけど、まあ、今回中谷淳人君がフライ級でチャンピオンやって、まあ、階級上げますっていうことで、で、まあ、スーパーフライ級1位やったから、まあ、いつ誰とやるかっていうのがまだあれやったんですけど、まあ、今回ニュースにも出て決定っていうことで動画撮ろうと思うんですけど、試合が5月の20日、日本時間が21日、日本時間はってことは、まあ、海外で世界戦やねんけど、これすごいね。ラスベガスの MGM グランド、まあ、聖地やね。あ、そうなの。で、そう、まあ空位となってるスーパーフライ級の王座を争う、まあ井岡さんがまあ返上したから、うん、まあそれ空位になった王座を誰とやるかってなってて、まあ、上位の2位のアンドリュー・モロニー、まあ、オーストラリアの選手と、まあ、決まったっていう。で、その当日の興行のメインが、まあ、ヘイニーと、まあ、ロマチェンコとの4団体のライト級タイトルマッチか。デビン・ヘイニーが今4団体統一王者なんで、まあ、それと、まあ、ロマチェンコが決まるっていうビッグイベントの、まあ、興行のアンダーで、まあ、中谷淳人君が、まあ、試合するっていうニュースになって、まずこれも昔のボクシングではもう絶対考えられへんぐらいの、そんなラスベガスのリングで、ましてや軽量級の、まあ、選手が試合出るっていうのはね、もう本当にすごいことやねんけど、でもう中谷君みんな周知の通り強いし、俺も勝つと思うし、ただこのアンドリュー・モロニー選手もね、双子の選手で、それこそ前も言ってたジェイソン・モロニーっていう、井上尚弥が試合してるジェイソン・モロニーの双子の 片方で、この選手もね、確か1回ねチャンピオンになってんのよね、アンドリュー・モロニー。暫定王座か、暫定チャンピオンになって、ただ防衛戦でジョシュア・フランコ、井岡さんが引き分けた、あの選手とやって僅差で負けてて、で2回目アンドリュー・モロニーとジョシュア・フランコ2回目もやった時に、ヒッティングでパンチ目腫れたやろみたいな、フランコの目が腫れてパンチだろってなったけど、なんか偶然のバッティングで、はい、っていう判断になって、無効試合みたいになって、3回目ジョシュア・フランコとアンドリュー・モロニーがやって、はい、3回目は、まあ、ジョシュア・フランコが明確に勝った試合やって、ただ、まあ、世界戦のキャリアもあるし、まあ、上のクラスでも、まあ、インターナショナルの地域タイトルとか、まあ、取ってる選手で、まあ、アンドリュー・モロニーの選手にもね28戦25勝16KO2敗、まあ、1無効試合やねんけど、まあ、負けも2回しかないしっていう選手と、まあ、決まって、この選手アマチュアキャリアがあって、でタイプでいうとオーソドックススタイルで綺麗なボクシングする、もうどっしりどっちかというとボクサーファイター、まあ足も使えるし、どっちかというとまあファイターよりで綺麗なボクシングするから、相性的にはめちゃくちゃやりやすいと思う。身長も中谷淳人君よりもちっちゃくて165ってなってたけど、まあそんなに大きい選手でもないんだけど、まあがっちりした感じで、まあガードを上げる綺麗なボクシングっていう忠実な正統派なスタイル選手で、まあ、中谷君的にはやりやすい相手かなって思うねんけど、ただ見てて思うのは結構こう頑丈な選手で、パンチももちろんあるけどパワーはやっぱりある選手で、その中谷君が、まあ、今回スーパーフライに上げた試合になんねんけど、この中谷君のパンチに対していろいろってこう下がったりとかするイメージが今のところあんまなくて、全然その中谷君のパンチに対しても対応してプレッシャーかけながら前にプレッシャーかけていくんじゃないかなっていうふうに思うから、ってなったらそんなにこうワンサイドというか、まあ、普通に勝つっていうような展開にはならんかなっていう、だからね、まあ予想としては下がりながらもカウンター取ってサイド1変えて、中谷君が1変えてっていうのを淡々とそのカウンターでダメージ与えながら、ただやっぱりこう強引に押し込まれた時にロープに背負う場面もあると思うけど、せやな、まあ中3判定で、まあ、中谷君が勝つかなと思うけど、ただね、アメリカ受けするにはまあ派手な KO とか見せればあっちでも人気出ると思うし、中谷君って何でやろ、派手なマイクパフォーマンスもする選手でもないし、どっちかっていうと日本受けっていうよりも海外に向けて、まあ、受けるボクシングするタイプやと思うから、ここでしっかりKO 勝ちして名前打ってほしいなと思うから、だからそこでね、KO 狙いしたら空回りするのも怖いから、着実にカウンター狙って勝つボクシングすると思うけど、まあ、このモロニー選手もね強いから、どういう展開になるやろうかな。でも階級アップの初戦っていう意味ではどう影響するんですかね。いやね、僕もミニマムからライトフライ上げた時
あげたこともあるし、まあ、次もフライ級で戦いたいなと思ってるから。ただ中谷くんの場合はスーパーフライ級の中でもでかい方やし、当時フライ級の時なんかもう破格のサイズやったから、なんかもう172か3ぐらいあるみたいな、まあ、細身のサウスポーっていう感じやねんけど、全然がっちりしてる体型でもあるから、多分スーパーフライに上げてもそのパワー負けっていうパワー負けはせんと思うからさ。ただね、あの階級を上げたことによってやっぱ相手の耐久力とかもやっぱ上がるから、そのこのギャップとかをこう、まあ、修正しながら戦わなあかんかなと思うけど、ただでもなんか聞いた話やったら、こうスーパーバンタムとかフェザーぐらいの選手とスパーリングしてるっていう風に聞くから問題ないと思うけどね。まあでも階級アップの不安のあれないんじゃないかな、中谷君に関しては。まあ、本人はいずれフェザー級ぐらいまで戦いたいみたいなこと言ってるし、だからね、今回2階級目のスーパーフライ級やけど、まあスーパーフライ級で今回ねタイトル取ったら、それこそ井岡さんもエストラーダともやりたいって言ったり、まあエストラーダもおる階級やしね、あの、まあ、タレントも揃ってる階級やから、まあ、ここでチャンピオンになれば、あの井岡さんとやるかもみたいになってたけど、まあ、今回ベルト取ればより井岡さんとやれる可能性も上がると思うし、まあ、それこそエストラーダともやれる可能性もあるしね、まあ、スーパーフライ級でベルトと取ればまたそういう楽しみな試合できんじゃないかなって思うけどね。やっぱ日本とラスベガスで戦うってなったら相当変わるんですか？いや、モチベーションめっちゃ高いと思うけど、いやそれは違うよね。やっぱり日本で日本人の選手が日本で戦う世界戦ってなったら、やっぱり応援は日本の、ね、選手を応援するけど、こうアメリカで、まあ、ラスベガス、僕ラスベガスはないけど、あのアメリカのねテキサスのダラスっていうところでやったけど、なんかねファンの、もちろん向こうの、自分がやった時はメキシコの選手だったんで対戦相手が、まあ、メキシコ人、ただでもそれも向こうのファンの人の応援もあったけど、現地の人の応援って単純にボクシングが好きで、まあ、見に来てるファンもめちゃくちゃ多いから、それこそ純粋にボクシング楽しみにして来てるファンもおるから、いいファイトすれば応援もしてくれるから。でも日本ってその日本人を応援に来てるファンの人がやっぱ多いから、こうボクシングを楽しみにっていうファン以上にその選手の応援にっていうのが多いから、でもアメリカはそうじゃなくて、まあ、ボクシングが好きで来るファンの方がめちゃくちゃ多いから、だから中谷君もね全然あれなんじゃないかな、海外で、日本でよりも海外でやりたいっていう思いがあるんじゃないかな。過去に海外でもやってるしね、世界戦、試合だけを見た評価でお客さんも盛り上がるみたいな。そう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 、だから中谷君はね海外でもネクストモンスターっていう、井上尚弥の次にって言われてるから、いや中谷君まあね、モロニーも強いけど僕は勝つ予想、判定で。ただ圧勝っていうのにならんかな。ただでも中谷君がね、あのフライ級からスーパーフライに上げることによってそれこそスケールアップすると思うんで、圧勝する可能性も全然あるねんけど、まだそんなイメージわかんかな。多分中谷君も今回ここクリアしてその先を見てると思うから、まあエストラーダとかね、そういうスター選手とやりたいっていう思いがあるんじゃないかな。井岡さんとかファンの人はね、多分僕以上にこういろいろそういうモロニーの試合とかそういう詳しい人も多いと思うから、こういう展開になるんじゃないかなとか、コメント欄で盛り上げてくれたら嬉しいんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。